はいどうも、しんげくんです。今日はですね、甲府の市内にバーができました。滝島愛理さんっていう。プレオープンです、本日。早速、中の方に入っていきたいと思います。こんにちは。どうも、滝島愛理です。よろしくお願いします。まいさんです。今日初、ちょっと緊張しちゃってるんですけど、5分前に会いましたもんねそれ言わないでください。あの今ね、一瞬これピクルになったんだけど、待ってますよ、いつでも。いや、そういうノリなんですかね。そうですよじゃあ早速、中案内してください。はい、はい、はい。はい、大丈夫です。入らせていただきます。貴重な一歩ですよ、大丈夫ですよ。あ、危なかった場の名前は愛理の遊びバーです。ちょっと面白いですよね本当に思ってます遊びバーと遊びバー、はい、分かりました よかったです。叩けないからね分かってるからじゃあ入らせていただきます、はい、おお。すっげえ、いい雰囲気。ありがとうございます。綺麗ですね。おしゃれですよね。おしゃれ。あのちょっと家っぽい。これカラオケも歌えるの、ひょっとして。そうなんですよ。愛理さんも歌っていただける。たまには私も歌えるってますね。うん、歌ってくれるもんね。そうです。友達とかとパーティーとかどう使ってもいいんですか。大丈夫です。貸し切りもできるので。結婚式の二次会とか。あー、全然 OK ですね。あー、すごいですね。すごくない？結婚式の二次会を女優が対応してくれるってすごくない？こちらの方もなんか景色が、え、すごい高級感、すごい。これですよすごい。早速ちょっとお話をお伺いしたいと思います。いや、全然イメージと違って、はい。面白いですか？面白い。 ありがとうございます。なんか僕のこれ見て、いつ叩いてくれるのみたいなこと言ってて、なんかお笑い芸人になりたかったっていうそんなこと言って大丈夫なの？あ、大丈夫です、全然言っといてます。はい、中学はお笑い芸人になりたかったんですけど、今、はい、女優になってます。あの実は愛理さん、僕前から知っていて、まあ、某ところに所属してアイドルをやってられていて、はい、で今女優に転身、はい、でその時からずっと山梨山梨ってずっと言ってるアイドルがいて、すごいなって本当に純粋にどこ行っても山梨ってこと言ってくれる人がいて、はい、本当に長い年月の間言ってて、はい、私今度愛理の遊びバーっていうバーをやりますっていうことをツイッターでおっしゃってて、はい、あ、これはもう宣伝しなきゃということで、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃリツイートになりましたもん。はい、そうですね。ありがたいことにいっぱいみんな拡散してくれて、あー、まあ、バーをやるのは本当たまたまなんですよ、はい、偶然すぎる偶然の出会いで、はい、立つんですよね。立ちます。愛理さんがやるんですよね。私がやります。いや、すごい、そんな女優いますえ、どういうこと？すみます芸人みたいな。そうですね、お笑い芸人さんがやっぱいるじゃないですか。はい、います、います。それをちょっとイメージして、あ、女優でもありかなっていうのを。そんな距離近い女優あるんですね。確かにそうですよね。でもその前アイドルやってたので、はい、まあ、その名残じゃないですけど、やっぱそのファンの方も多分会いたいなって思ってくれてると思うので、まあ、その場を提供してあげたいなっていうのと、はい、私もやっぱ山梨に人を呼びたい、はい、県外から呼びたいんですよ。だから県内でこうやっぱ賑やかにやるのも大切なんですけど、やっぱ外からも大事だと思うので、なので外から来てもらう場としてここに立てば、なんかこう来てくれるかなっていう考えて。飲み放題どれくらいの金額でしょうか？飲み放題は男性が2000円で、女性が1000円で1時間で。満喫ですよね満喫みたいな感じになりますか？金額設定が。本当ですかえ、それ飲み放題なんですか？飲み放題です。え、アルコールもってこと？そうです。え、嘘でしょ。2000円ですよね。2000円です。でもシャンパンは別なんですけど。あ、そういうことね。シャンパンが愛理さんマネーになるかもしれないね。そうかもしれないよ。営業時間は？営業時間は結構自由に決められるので、はいはい、まあ、今日は6時からなんですけど、はい、もう本当に10時とかでもオープンできるし、うん、やるの初めてですね、言って。マジですか？ちょっとグラスどれだっけ、はい、グラスどれだっけっていう番マスターいないですよ。なんてね、なんてね。何がいいですか？グラスはよく増えております。じゃあオレンジね。氷入れますか？何かがいい最後なんですよ、はい、やったことないんで。いや、めちゃくちゃ新鮮。好きな人たまんないかもしれないですね経験値が、あの絶対これから上手くなっていっちゃうから、今この愛理さんを見えるっていうのは、これも開けるとやるのかなみたいな。洗濯機開ける方知らないですか？多分すごい。はい、洗濯機。怖い怖い。絶対面白いでしょ、こんな場。アイリーの遊びバーなんでね、みんな多分心配しながら見ると思う。へい、お待ち。びっくりした。温度の相方おかしいよ。金額以上のものを得てる気分が。
感じで、本当に嬉しい、楽しい。ああ、よかったです。ファンの人からしたら入り浸るかもしれないね。そうですね、ぜひ入り浸ってほしいです、何十時間も。いい意味でイメージが変わったんで、あ、はい、よかったです。すごく近づきやすいアイドルの方でした。一言は、一番苦手なやつだ。いつも応援ありがとうございます。私は止まることなく進んでいくので、皆さん支えてください。山梨盛り上げるぞ。おー。